TSV グロースバードルフはドイツ・バイエルン州のグロースバードルフにホームを置くスポーツクラブである。サッカーのほか、スキットル、卓球も行っている。本拠地のグロースバードルフは人口1000人程度の小さな村。1970年代前半は主に8部リーグに在籍した。1970年代後半より7部リーグに定着。 1987から88年シーズンに優勝して6部昇格を果たすと、翌1989年には6部2位で5部昇格を果たした。しかし、1990から91年のシーズンを14位で終え、再び6部へ降格した。その後も昇降格を重ねたが、1997年によりランデスリーガーに定着する。 2002から3年のシーズンで2位となり、オーバーリーガバイエルンに昇格、その後も4部に留まることができた。2007から2008年のシーズンは、クラブにとって、最高順位である4位で終えた。リーグの再編に伴い新たに発足した、レギオナルリーガに所属することになった。シュバインフルトにあるウィリー・サックス・スター・リウォンヌ、本来なら村の TSV ・シュポルト・パルクが、 本拠地となるスタジアムだが、レギオナルリーガの試合を開催できる企画でないため、村から約40キロ離れた、シュバインフルトのウィリー・サックス・スターディオンヌにおいて、主催試合が行われる。なしなし。ありがとうございます。